自然界の生物の中には人間には実現できない機能を備えていたり、非常に興味深い行動や行動の背景にある不思議な仕組みを持っているものがあります。タテの研究室ではそのような生物の不思議な振る舞いを物理学的な視点で見つめ、生物の持つ特性をシンプルな形でモデル化し、工学に生かすための研究を行っています。例えば魚などは獲物が発する微弱な信号を感知し捕獲しているものがあります。自然界では様々な雑音にあふれており、微弱な信号は紛れてしまいそうですが、魚の振る舞いを研究する中で実は雑音があった方が微弱な信号が際立ちやすいということなどが分かってきました。そのような現象をモデル化し研究を進めていくことで、生物のような可用性を持つセンサーシステムの開発などを目指しています。